父ちゃんの後ろに下がれ。早く。何あれ。邪魔な下等生物が多すぎるな。先に掃除をしますか。そうだ。何？パパ！ちょっと聞けなきしてやろう。何がどうなってるんだ。ここは危ない。お前は早くみんなのところへ。やめろ。火炎弾ホムラ吸収された。服が汚れたではないか。くそ。見たこともないチャクラの使い方ですね。落ち着き。これはすごい。我らの技術にない力。やはりあなたでした。得意でも奇襲されるのはそうではないようだな。逃がさ。共に子連れか。ギリギリだったな。好き放題やりやがって。あ、吸い取られた。我は吸収した術を増幅して打ち返せるのだ。無駄なことを。なんだよこれ。父ちゃんにこんな力が。俺のチャクラも使え。お前がやられてしまえばここは終わりだ。これで終わりだ。お前は死ぬなよ。わかった。父ちゃん。だけで行くぞ。はっ。みんなを守るために。七代目様なら。もう十分です。お逃げください。姿勢がバレ、皆に軽蔑されて、額当ても取り上げられ、今や忍びですら。知りたいのはナルトの弱点だけじゃなくなったようだ。なら直接本人に聞くんだな。少なくとも死んじゃいないってこと。火影を助けに行こうってんならよ。俺らにも一肌脱がせろよ。まさか連れて行く気なのか。おいおい、冗談だろ。あいつは他でもない、あいつの息子で俺の弟子だ。連れて行く意味が。意味？俺がいいと言っている。これってサスケさんの。かつて俺が打ち捨てたものだが、お前の父親が。なるほど、サスケさんのお墨付きとあれば連れて行くしかないようです。さあ行くぞ。力、俺。今のお前にはやらなきゃいけねえことがあんだろうが、話は後でゆっくり聞いてやっ。ボルト、お兄。母ちゃん。行ってくるってばさ。お父さんのことお願いね、ボルト。あ、サラダ、地下台、みんなを頼むぜ。待ってるよ、父ちゃん。どうだ、
我が作った苗床でその餌になる気。お前もほどなく真珠となってもらうのだが、時間のかかる。手軽にはいかねえんだってばよ。忍者ってのはな、やすやすと奪われてたまるかよ。桜の実になってしまえばただの餌。いろいろな術を吸収させても、お前たちがそれらを完成させると、この炭があればいいともよ。地上の力を得ることができるの。そう追い詰めちまった。だから科学人具に頼って、まともに見ようともしなかった。これじゃよ、クソ親父って呼ばれてもしょうがねえよな。悪いな、そういうわけにもいかねえんだよ。行くぞ。お酒加藤酒が。行くぞ。大丈夫かよ父ちゃん。ボルト、どうしてここに。忍者になったってことさ。少しは前の俺を見ててくれたんだ。雑魚の分際で出しゃばったことをな。おのれ小作だ。ここは私らに任せな。あんたもう一人の方を。なんだボルト、あいつに忍術はダメだってばさ。どれほどの力を持ちながら次の世代にそれを伝える術を持たぬ。バカな。まずい。次はお前だ。ほう。へっ。貧血だけじゃない。化け物ってとこだな。抜かせ。化け物はお互い様だ。面白くない。教えてやろうぜサスケ。おのれ。やったのか。いや、愚か者ども。しかまるの鍵縛り。お前には特に念を入れておく。死ね。今だボルト。
様ら全員行くところは同じ。父ちゃん！ボルト、お前いつの間に消える螺旋岩としてな。違いするなよゴミども。見えないがどうした。やればいくらでも、うん、次の攻撃で決める気だぜ。これが父ちゃんの。この女に負ける気がしねえ。彼の存在を感じる。なんだ。貴様大続きの力を強く受け通すことはかなわぬ。運命はよく見えるぞ。自覚せよ。神を倒した者はもはや夜明けのわからねえことかと噛みしめて歩む。ボルト君！